アーキタイプの力はスクワットボタンでコマンドバトルに突入してからバトル中にいつでも変身でき、そのスキルを発動できる仕組みになっています。今日はアーキタイプを使ったバトルシステムをさらに詳しくご紹介します。格上の敵にはアクションで敵を気絶させてから有利なコマンドバトルを仕掛けられますが、敵からの攻撃を受けてしまうと逆に不利な体勢でコマンドバトルが開始されてしまいます。確実に攻めたい、もしくはアクションが苦手な方は無理に仕掛けずスクワットボタンでそのままコマンドバトルに移行させることもできます。ハイリスクハイリターンな戦い方とローリスクローリターンな戦い方を状況に応じて皆さんに使い分けて遊んでいただきたいと思います。コマンドバトルの基本は新女神転生3から取り入れているターン制バトルのシステムがベースとなっています。このシステムはパーティーメンバーの数分で1ターンのパーティーの行動回数が決まっていて、敵の弱点をつけば行動回数が増えるので、うまく戦えば敵にターンを渡さずに一方的に敵を殲滅できるというシステムです。これは逆に言えば敵側にも当てはまり、敵から有効な技を受け続けてしまうとなかなか味方の手番にならないという諸刃の剣とも言えるようなシステムであり、これが熱い駆け引きを生み出します。そしてメタファーではこれまで培ってきたシステムにアーキタイプによるパーティー編成の楽しみを融合させ、今作ならではのコマンドバトルに進化させています。よし。コマンドバトルでは隊列を前後に変更することが可能で、アーキタイプによってそれぞれ得意な位置が存在します。例えばマジシャンは後列から魔法を打つことで攻撃の威力は変わらずに、弱点である防御力の低さをある程度カバーが可能です。敵の攻撃を引きつける能力を持つナイトは自らは攻撃せず、後列で敵の攻撃を引きつけることで最低限のダメージで敵の攻撃を誘導できます。射撃が使えるガンナーは後列からの攻撃に特化したアーキタイプです。またパーティー全員を一斉に隊列移動可能なコマンダーなど、自在な戦略の組み立てが楽しめると思います。さて、ジンテーゼという必殺技も存在しています。心理学用語で統合という意味を持つこのジンテーゼはパーティーメンバーの誰かのアーキタイプとの組み合わせで、通常では使えない特別な技を発動できるという仕組みです。通常の行動よりも味方の行動回数を複数回分一度に消費しますが、その分だけ強力な技になっています。例えばマジシャンやヒーラーが持つ属性魔法は最初は敵単体しか対象にできませんが、ジンテーゼで対象を敵全体に変えることができます。光の力だ。シーカーは風魔法が主な攻撃手段ですが、光属性や破壊属性など普段は使えない属性の攻撃ができるようになります。またファイターは斬撃属性の攻撃が得意ですが、同じファイターをたくさん配置すると特性が偏ってしまいます。しかしファイター3人で放つ必殺のジンテーゼは序盤でも驚くほどのダメージを叩き出すことができるなど、使いどころさえ決まれば一気に敵を殲滅できることもある重要な攻略要素となっています。パーティーの組み合わせで発動条件が変わるので、いろいろな編成を皆さんで試していただきながら新たなジンテーゼを発見していくのも楽しい要素だと思います。そしてここまで多様なアーキタイプについて、ゲームが進むにつれ多くのプレイヤーのパーティー編成が似てしまう、決まったアーキタイプばかりが選ばれるといった偏ったバランスにならないように、それぞれの使いどころにこだわったバランスを目指しました。別のアーキタイプに変える際も習得済みのスキルを引き継げるスキル継承システムも用意しており、パーティーカスタムは後半になればなるほどその自由度が増していくような設計にしています。このように行動回数の駆け引きに加え、隊列の戦略やジンテーゼと呼ばれる必殺技、さらにはスキルの継承システムなど、パーティー構成を工夫できる要素をふんだんに詰め込みました。パーティーは4人編成ですが、物語の進行に従い最大で7名までメンバーが増えていきます。そして40種類以上のアーキタイプは全メンバーに備えることができますので、ぜひ皆さんそれぞれの攻略を楽しんでいただければと思います。